今さ、4月の25日ちょうど16時半なんですけども、あと30分後で大会のメンテナンスに入っちゃいます。その間に動画を1個撮りたいということで、柴木渉さん、またリクエストを採用し直したいと思います。いや、前回はね、非常に申し訳ございませんでした。確かね、ルドウィックをね、誤って使ってたっぽくて、僕本当にね、本人の目の前って謝りたいなと思いまして、新マリオサーキットでね、まだ若干鼻声気味なんですけれども、動画撮影スタートしていきたいなと思います。ということでね、ベジータのアイコンをしたね、いいお極めし者サーさん、ありがとうにゃー、初コメです。アイテムすべて後ろに投げるでやってください。カートは他の方でお願い。ということで、この時に柴木渉さんのウェンディカスタムとコラボ決定と。ちょっと、いやー、もう赤コラマジおい、間に合え間に合え、よし間に合った。さあここでケツをつけてね。はっ、うざーもー、おい、うざーもー、おい、皆さん今伝説のシーンをね、見てもらったと思うんですけれども、赤コーラが来てバナナ出たのはいいものの、テレサが邪魔して盗んできて、でそこでまた赤コーラ来てます、どうしますかということで、瞬時の判断としてジャンプ台で消せねえかなと思って乗った結果、縁でね、壊すことができました。だからあの時被弾してたら、おそらくこのレース1位取れなかったのかなって正直思ってます。間違えて前に投げちゃった、申し訳ない。MX お前もな、 200cc へようこそ。ということで、マリオサーキットのゴール前の時にバナナスナイプを誤ってしてしまいました。なのでやり直すか。あ、じゃあ OK。 いいを極めしものサーさんからね、ベジータのアイコンなんですけども、アイテム何が出ようと関係なく後ろにね、投げましょうと、そういうリクエストのはずがですね、バナナを祝福のスナイプとして最後投げちゃったからやり直したいと思います。続いて2コース目はですね、 DK ジャングルの 200cc ということで、また新しいね、カバウラさんからコメントをいただきました。内容が、私のカスタムシリーズでヨッシーに、ソラマメ、スカイローラーで、カイトがね、緑っぽい紙飛行機、だから今回青一色で使ってほしいみたいな、そんなコメントをね、頂戴しました。誠にありがとうございます。イカスミの中ですね、あ、ボムヘイね、今回の日はね、潜っててすげー感じることがですね、これ赤消し、よしよし、ボムヘイの出現確率が異様に高いなってちょっと感じてますね。もうこれで何回出て、あー、お父さん、まあまあまあ、ちょっとルイージちゃんが来てらっしゃいますけど、残り1周頑張っていきましょうか。なんか最下位の人のミーさ、スポンジボムのスキンヘッドバージョンじゃん、なんか笑っちゃうな。さ、トゲゾ6人でも来るんだね、初耳だな。ここでクラクション、まあ引かないですよね。あぶね、カエル、いやカエルはさ、池に帰れちょっと結構滑ったな。ここもイン攻めて、まあまあ追いつかないでしょ、一応交換してね、グライダーで直前で軽減すると、よしよしよし、悪くない走りではある。大会のメンテナンスが無事終わったようですね。またゼロポイントからスタートになりました。レオさんからのコメントで開始していきましょうか。あ、じゃあ OK、 よろしくお願いします。大会のメンテナンス前に確か 2レースだけ動画を撮って、また新しく3レース目として、新虹レインボーロードで対戦行っていきたいと思います。今さ、普通に喋っていて皆さんには伝わってないと思うんですけれども、アンパンを食べて口の周りにね、粉砂糖がたっぷりついております。だからちょっと小恥ずかしいんですけども、その状況でね、動画撮影やってね、みんなを驚かせる、そんな総力を見せられたらいいのかなと思っていますと。でレオさんからですね、悪イージでパターテンテン、ここまではね、よく使用させています、させてもらってますが、タイヤに関してはね、マルクスが決めて大丈夫ですと。なんで今回は普段使っていないような珍しいボタンタイヤじゃなくて、失礼しました、スポンジタイヤを
チョイスして、あと黙々バルーンか、いや赤コーラ率高いな。これ赤コーラは消してアイテム交換していきましょう。今2回目の警告は何で消えたんだろう。ここもウルトラなるべく早めに解放して残り1周行きましょう。いや待って、2位とどのくらい差があるんだろうか。あまり差つきすぎてもね、後ろ赤コーラめちゃくちゃ引いて、おーサンダー重なった、ありがてえ二重で重なるとね、1位にとっては結構有利というか軽減になるから。さあ相手も、いや待って、これこれこれ、ちょっとね赤が連発しすぎても逆にマイナスだからね。いやクラクションタイミング遅いね。ちょっと時計像が来るときに来たら動画映えするんですけれども、いややっぱりローラータイヤとさスカイローラーというね2台タイヤと比べるとターボの溜まりづらさにはちょっと苦戦してますが、クラーならしで1位ありがとうございました。通信エラーが発生してあれから約20分も経ってしまいました。人数がまた集まるまでにどれだけ時間かかったことでしょうか。おじぼけ、今回はですね、カイカイ様からちょっとねカスタムのリクエストばかり集中してめちゃくちゃもらってしまってるんで、どんどん使っていかなきゃなと思って、ヘイホーンにバウザーとライクで、あとはちょコメント読めないね、なんだっけワイルドホット、これもキノコ使って安全第一で走っていきましょうか。よしよしよし、で声も使っていち早くね10万円満額貯めておきたいなと思うんですけれども、あとカイトがこちらです。ゴールデンカイト、通称ゴールドカイトになりまして、さあ第1号のテレサも来て赤コーラも来てるんですけども、こう赤消しできんだよね。あー若干ターボ解放遅めだったかな。まあここのダブルボックス取るのがね何気に難しいんですけども、しっかり回収していきましょう。今までだいたい5人ぐらいで仲良く走ってたんで、トゲゾウとかねサンダーがない平和の部屋だったんですけど、来てしまったか。まあ食らうとしても空中かな。ここ軽減しよっか、多分バナナでうまくいったんじゃないかな。よしよし、さあラストワンラップですね。いやーキナなんだっけアンパン、いやーサンダーか。まあ後ろの人たちもアイテムリセットされてますので、なんか攻撃アイテムこなそう。大丈夫、アンパン食べた後ね口の周りに砂糖がいっぱいついてたから拭いてね今動画を撮っています。いやオーケーストアのアンパン超美味しいからね、近くにあったら120円っていうもう超高コスパでね、もう飽きないし僕の中で最強のパンなんで、ぜひみんなに買ってもらいたいかなと思います。とさあ緑祝福のスナイプで1ありがとうございました。息切れ、今回のパートラストになります。ここまで動画をねご視聴くださいましてありがとうございました。楽しい平和ではあるんですけども、またパートを区切ってね動画撮影続行していきたいと思います。さあドラゴンロード 200cc ですよ皆さん。このコースはですねご存知の通り僕カズマルクスが一番ね得意で総力に自信のある場所になっておりまして、謎に深夜のテンションでね動画を撮ってください。あと SMG2 さんからメタルマリオの、ここ大事スリックタイヤで空豆の、カスタマイズでよろしくお願いします。いやーなんかさ昔にも深夜のテンションとは別の言い方なんですけども、めちゃくちゃ楽しんで動画を撮ってくださいと。僕もねすごい楽しく動画を撮って実感することはね、なんかストレス発散とかになったり、あとなんか嫌なことを忘れられたりと、結構いい面もあるなってこう動画を撮っていて気づくことも多々あります。赤コーラがねこう1周目来てない分ですね3周目に集中的に来そうで怖いんですけれども、残り1周頑張っていきましょう。トゲゾウが来ましたね、どうしようかな。あサンダー重なるね、やりがてー。しかも赤コーラもトゲの衝撃波で消されたから助かるね。ちょっとこれイカスミの状況でもです。いやダメだ、ここはもうチキってね、いや待ってショートカットしてくる人湧いてきたな。ここ待ってやばい、のこのこお前、いやなんかいや悔しかったな。なんかのこのこごときにさタックルされて壁になんか思いっきり吸い取られてね2位となってしまいました。はいオッケー、ラストシャーベットランドで締めていきましょうか。いやもう一個さリクエスト追加しようかな。後ろにしかアイテムを投げることができない縛りということで、いや待ってデンメチウムさんが赤コーラを
手持ちに持ってらっしゃるので、キノピオに抜かされると一巻の終わりだな。メタルマリオもいいんだけどさ、個人的にゴールドマリオが最近好みで、よくねタイムアタックの練習でなぜか使っちゃいますね。いやもう冬また来てほしいな。僕好きな季節がですね、春夏秋冬の中で、もちろん春の暖かさも好きなんですが、冬はね外行くとさ、謎にねその謎の寒さが染みついてね、暖かくなって、何言ってるかわからないんですけども、ボム兵がなんか2位の悪い陣にねギリギリ届いて爆破したっぽいですね。とさ、バナナが配置されてるんでしっかり避けて、いや今日さ、もう一個なんだっけ、別の部屋で走った時にボム兵がね3、4連続ぐらいポン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 、いやーこれ下ルート行きたくない。よし、氷の裂け目、当たり判定が厳しいんだよ。だから落下しやすいんですけれども、ちょっとちいちゃなピーチちゃんが来てるから、ここはね確実にちょっとアウトに膨らんで、でもアイテムを取っていきましょう。ちょっと待って、前の部屋を少し引き継いでるんでしょうか、ボム兵が。まあ今のはまぐれで引いたのかなと。さあミニターボで、いや明日の月曜日からまたねビッグブルーの生配信力を入れていきます。応援よろしくお願いします。もしうまいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、下手だと思ったら低評価をね押して応援の方よろしくお願いします。じゃあバイバイ。